子走競技 110m ハードル一組です。それではトラックです。男子八種競技本日最初の種目 110m ハードル1組のスタートです。選手を紹介します。第1レーン山下玲君、駿台甲府山梨。第2レーン向井芳也君、松山東愛媛。第3レーン岡崎拓郎君、山形中央山形。第4レーン岸川優君、長崎日本大学長崎。第5レーン相原俊也君、仙台西宮城。第6レーン田和元気君、高知農業高知。第7レーン奥村匠海君、美濃加茂岐阜。第8レーン西田健志君、弟子科が北海道。以上8名で男子 110m ハードル8種競技1組のスタートです。男子8種競技 110m ハードル予選第2組です。2組のスタートです。第2レーン西尾匠海君、中津商業岐阜。第3レーン小寺大輔君、藤島福井。第4レーン松岡祐介君、希望が丘神奈川。第5レーン朝岡俊介君、天白愛知。第6レーン須山穂高君、宮島工業広島。第7レーン塩崎優君、滝川第二兵庫。第8レーン比嘉海輝君、中部商業沖縄。以上7名で2組のスタートです。
那須県には反転中の速報が出されています。出ています。一着西尾くん中津市、失礼しました。一着西尾くん中津商業岐阜15秒39、得点は803点。続いて松岡康介くん希望が丘神奈川15秒48、792点。続いて比嘉海輝くん内山商業沖縄15秒71、766点です。第2レーン西村凛太郎くん伊勢早農業長崎、8競技第3組に始まります。第3レーン中富孝秀くん川崎市立橘神奈川。第4レーン清水明晴くん前橋育英群馬。第5レーン熊倉優希くん坂戸西埼玉。第6レーン新井俊也くん調整千葉。第7レーン近藤雅也くん岡崎調整愛知。第8レーン田上俊くん洛南京都。以上7名で3組のスタートです。ただいまスクリーンには判定中の速報です。一着田上俊君洛南京都14秒85、得点は868点。続いて近藤雅也君岡崎城西愛知15秒25、820点。続いて西村凛太郎君伊勢早農業長崎15秒63、775点です。風は向かい風 1.6 メートルでした。男子8種競技110メートル第4組の出場者、第1レーン乾隼人くん宇治山田商業三重。第2レーン久谷俊樹くん鳥羽京都。第3レーン桑原圭太くん札幌国際情報北海道。第4レーン安住亮太郎くん鹿児島。第5レーン田中俊樹くん小倉工業福岡。第6レーン朝比奈光輝くん高松北香川。第7レーン鎌谷智樹くん白衣石川。第8レーンベック匠くん前橋南群馬。以上8名で男子8種競技 110m ハードル第4組です。
ペコレーンに警告が与えられます。女子走り高跳び予選第1組第2組終了です。終わったスクリーンは判定中の速報です。1着安住くん、安住亮太郎くん鹿児島14秒96、854点。続いて田中俊樹くん小倉工業福岡15秒17、829点。続いて乾隼人君、宇治山田商業三重15秒25、820点です。近代高専三重男子発射競技 110m ハードル第2レーン浜中良樹君、玉野高南岡山。第3レーン目黒孝之君、長岡新潟。第4レーン矢崎良樹君、鹿児島商業鹿児島。第5レーン加藤孝樹くん、旭川工業北海道。第6レーン大岡武史くん、大成学院大阪。第7レーン真鍋渉くん、修道広島。第8レーン八代樹亜くん、東桜学園青森。以上8名で男子8種競技 110m ハードル最終組第5組のスタートです。最終5組の判定中の速報です。